世田谷区立八幡小学校は、東京都世田谷区玉川田園町府二丁目にある区立小学校。略称は、八章。明治12年創立の古い歴史を持つ、小規模な公立小学校である。帰国子女、外国人指導のための日本語教室を有している。世田谷区特別支援教室拠点校である。世田谷9年教育の一環として、近隣の区本仏小学校。 八幡中学校と詐欺総学者を構成している。出典、奥沢村の上神坊にも寺小屋があった。奥沢村の年寄り役を代々務めていた原家に残る金銭水頭帳に300分の銭と白米2章、つば粉、小麦粉などを手習いの師匠に謝礼として渡していたとの記事が見えている。八幡小学校の起こりは慶応の末期に 下沼部向き原の人が、奥沢神社の車両に指定を集めて、読み書きなどを教えたりしたのが始まりである。その後、小林大二郎という浪人が来て引き継ぎ、引き割り麦一生ぐらいの謝礼で教えていた。この人は、奥沢に住み着き、上神寺にその墓が残っている。さらにその後、東京府氏族の松沢博義が、寺子屋授業を始め、次に、 茨城県人の池田光一郎という人が池田学校と名付けて続けた。明治16年には三代目として石井勝五郎校長が就任し、一方、校長夫人も自宅で未婚の子女にお裁縫やいけば花を教えるなどした。そして明治の末には早くも学校にミシンが入って要塞を教えたという。学校の教育は厳しく生徒たちは鍛えられたが、折々の行事や、 校庭の真ん中にある桜の木の下でオルガンに合わせて歌を歌ったことなど懐かしい思い出もあった。この桜は誉れの桜と言われ、明治37から8年の日露戦争に参加した人たちが母校に記念として植えたもので、長い間八幡小学校のシンボルとなっていた。大正10年頃になると八幡小学校の生徒の数が260名くらいになった。 通学するときは聖望に、久留米が、スリの着物にえ、交尾を締め、草履掛け枝巻きで、祝日には袴を履いた。体操の時間は、着物のまま、裸足では知ったということである。そのうちに、奥沢神社の東北あたりに、海軍村ができて、そこの子供も4.5人クラスに入ってきて、黒か紺色の爪襟服に革靴を履く姿が、見られるようになった。 この格好は農家の子供の目には珍しかったことだろう。その頃まだ中学校はなかった。そこでもっと勉強したい子供は卒業した後、玉川村人城高等小学校に行き、八幡のほか、玉川や京西の友達と肩を並べて勉強をした。やはり1300メートルくらいの道のりで遠かったという。一方、補修教育を希望する者は、 夜間の八幡農商公民学校で学び、そこでは剣道の科目があって、警視庁師範の大久保七段に指導を受けて大いに力をつけたということである。八幡小学校の校舎は平屋建てと二階建ての二棟で、平家の校舎をみんなは豚小屋と呼んでいた。行動や体育館はなく祝日の式の時は、二階の教室を二つぶち抜いて使っていた。 1946から7年頃、昭和13年度卒業生が、クラス会の際に、八万小学校に歌うべき効果のないことを寂しく、思い、数名が集まって作詞し、作曲を専門家に依頼して学校に寄贈した。そのため、作詞が昭和13年度を卒業生ということになっており、それを、長田義雄氏が整えた。作曲は、 歌手の西岡千鶴氏の圧戦で、国立音楽大学教授の岡本敏明氏に依頼したところ、行為により無償で作曲していただいた。効果がなかったので儀式などで歌唱するようになり、正式に制定される前に、八幡小学校の歌として承認され、その後、八幡小学校効果となった。ありがとうございます。